皆様ごきげんよう。コンシェルジュの四国メタンです。今回のタイトルはカルダノエイダの強気相場が間近に迫っている複数の強気指標です。ぜひ最後までお付き合いください。経験豊富なアナリストであるダンバン・バルデッド氏はエイダの価格について新たな見通しを示し、強気相場が間近に迫っていると推測しています。同氏はエイダがしっかりと構築された価格パターンから抜け出してさらなる上昇を見せると主張しています。エイダの強気な上昇はここ数日の市場全体の統合により勢いを失いました。ガンバルデッド氏はエイダが数日間休んでいたと述べ、上昇の鈍化を認めました。そして価格構造からのブレイクアウトの可能性を挙げ、エイダは上昇を続ける体制が整っていると主張しました。カルダノエイダの強気指標。ガンバルデッド氏のこのような見通しはカルダノネットワーク上の他のイベントと一致しており、強気な勢いを示唆しています。例えばリファイラマのデータによると、カルダノの総ロック価値 TVL は数日間で2倍に増加しました。具体的にはカルダノの TVL が11月5日の米国選挙日の1億9900万ドルから4億5790万ドルに急増し、驚異的な 130% の成長を示しました。またカルダノをめぐるソーシャルバズも大幅に増加しました。データによるとエコシステムに関連する投稿や言及が大幅に改善されたため、カルダノは X 上で20億インプレッションに近づいています。いかがでしょうか。ガンバルデッド氏のテクニカル分析や強気な指標の数々はエイダホルダーにとって心強いですね。強気相場はまだ始まったばかりですので、握力を強めていきましょう。最後までご視聴くださり誠にありがとうございます。当チャンネルでは仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければチャンネル登録・高評価をお願いいたします。